喜びとか驚きとか、それを感じることで、まあ、幸せになっていくと。福岡市にある株式会社福岡工務店。福岡都市圏で注文住宅の設計施工を手掛けています。創業は平成21年。苦しい経営が続く中、社長は再起をかけ会社の理念を見直します。日本でもトップクラスのサービスで知られるテーマパークの理念に惹かれ、自ら働きに行きました。自分もそこで働いていくうちにハピネスを提供したいと思う人間に変わってまして、あ、これが理念経営なんだと。このテーマパークのようなチームをやっぱり自分たちも作っていきたいと。こうしてユニークな企業理念が生まれました。それはを作るという理念を掲げて、まあ、おっていうのは驚いたりとか、まあ、喜んだりする最初の瞬間の感覚なんですけれども、それを感じることで、まあ、幸せになっていくと。このおを一人でも多くの人に100年先まで作り続けていこうと。理念を掲げて以来、人材にも恵まれました。この会社の家づくりの特徴は高気密、高断熱、高い施工精度が求められます。を作りたいと思うメンバーがこうどんどん集まってくる。例えば施工技術で日本一位を取ったメンバーが現場監督をしたりとかですね、とにかくすごい腕とか技術を持った人たちがチームの中に合流すると。おっと感じたらカードを渡して気持ちを表現。顧客や社員同士のコミュニケーションに役立っています。自然とチームの中もですね、こういいところを見つけ合うようなチーム風土に変わっていくと。やはり僕なんかの仕事というのはすごくいい仕事だなって思ってまして、お客様からありがとうと言っていただけると、その後も5年、10年、50年、100年と長くですね、ありがとうを言っていただけるようなことをずっと続けていきたいなと思ってます。九州の元気を応援します。西日本シティ銀行。